パリパラリンピック卓球女子シングルスで銅メダルを獲得した福岡市出身の古川佳奈美選手が福岡県庁を訪ね喜びを報告しました。卓球女子シングルスの古川佳奈美選手は福岡市出身の27歳、新宮町の卓球場で日々の練習に励んでいます。パリパラリンピックで見事銅メダルを獲得しました。銅メダルを獲得できました。応援ありがとうございました。得意技のしゃがみ込みサーブも披露してくれました。ネットギリギリでスーッていくサーブを古川選手は目の前の目標を一つずつ達成していきながらロスパラリンピックまでの4年間を過ごしたいと意気込みを語りました。